長。ビーバップ団長さん、ライフハートありがとうございます。うさぎつばきさん、明けおめありがとうございます。明けおめ、あ、そうじゃん、実はこれ明けおめなんですね。イヤリング、これピアスみたいじゃない？ピアスみたいに見えるやつ、ノンホールピアスみたいなやつなの。相棒過去クルタンは一緒ではないんだね。え、まあ私たち別に同棲はしてないので別に同棲はしてないんですよね、私たち今日は夜勤だから朝消しに来ました。あ、頑張ってくださいまし。猫キャットさん、ハートありがとうございます。これ可愛いでしょ、お気に入りなんですよ。大阪のターさんさん、明けおめ、明けおめ。その髪型好き、じゃん、巻いたの。めっちゃ負けてなかったんだけどめっちゃ負けてなかった、やば、ハーフアップだよ、ハーフアップだよ。なんとかいい、一度でいいからしてみたかった人生でした。え、何がしたかったんだろう何がしたかったんでしょうか、なんだろうな、なんだろう、あ、同棲まだ終わってないよ、これからあるかもしれないじゃないかあるかもしれないよ、これから先の人生の中でさ。猫キャットさん、明けおめありがとうございます。明けおめ、アイドルできるだけで素晴らしい人生だよ。素晴らしい人生かどうか決めるのは私ですよ今すごいうざい言い方しちゃったごめんなさいね。そう、私がね最後に決めるのよ、素晴らしかったかどうかはね。猫キャットさん、ハートありがとうございます。今日沖田が可愛さマシマシやない？そうですか、朝早くから起きてるからかな、顔のむくみが取れてるのか。めっちゃ朝必死にゴリ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 マッサージしたんだよそう、今日撮影だったんですよ、みゅんみつの。だからね、もうめっちゃ朝ね、もう必死こいてこんなゴリ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 したんだよありえないくらい、もう本当にめっちゃ頑張ってねゴリゴリしたんですよ。サンタ姿の生写真買ったよ。お、メリクリーン。伊藤ごまさん、明けおめありがとうございます。明けおめ、若にはラスト JK ですか、プロフィールを見なさい。そうだよね、そうなんですよ、今日はね撮影をしてきまして、朝から。その後なんか何したらいいのか分かんなくて、ずっと曲聴いてのんびりしてたなんか本当に何したらいいのか分かんなくて困ってました。猫キャットさん、ドラム100個ありがとうございます。なんかね、何したらいいんだろうって思って部屋の掃除をしつつ、そんなことをしたらウォーターサーバーが壊れちゃったんですよ。で大慌てして、そんな感じでしたかね。いおりちゃんが朝赤にゃんとりのちゃんとお出かけしたいけどなかなか行けないって悲しがってた。行きたい、そう行きたいんですよ。あの当時あの最初高1だった4人組、さなちゃん、坂本り、いおり、私の4人で遊びに行きたいねって結構前から言ってて、もう制服で遊びに行きたいねって言ってたんですけども、ね、あと3ヶ月もないという大事件が起きてしまっていて、まあ分かんないですけど遊びに行きたいですね。コウメイさん、ハート100個ありがとうございます。そう行きたいんですよ。こんばんは、こんばんは。猫キャットさん、ジージーありがとうございます。はじめまして、はじめまして。制服夢の国したいって言ってた。したい、めっちゃしたい。でもさ、関門が何個もあるんですよ。まず4人で東京に行かなきゃいけないんですよ。そうすると私とリノはまあ別にそこまで難しくないんですけど、2人はね、そんな東京に落ち合うのかはちょっと分かんないですけど、
もしなかったらホテルとかも考えなきゃいけないし、4人がね揃って2日も休みじゃないとねきついんですよ。やっぱ朝から夜まで痛いじゃないですか。だから結構ね難しいんだよ。関門が何個もあるんですよ。状況とかもありますしね。しかも今はあれなんですよ、なんかね難しくなってて、制度がチケットとかが、私もねあんまよく分かってなくて、それをね理解するのも大事ということなんですよね。そうでも行きたいですね。もう別に普通にコスプレになってしまっても行きたいです。てかそんなね1日2日で変わんないんですよ、あの人間はだから別にね4月2日に制服を着てそれがコスプレであってもいいんですよ、着てる人が良ければと私思うので、普通にね着ていきたいなって思いますね。大阪のターさんさん、ハート100個ありがとうございます。猫キャットさん、なんだこれ、梅梅かな、ありがとうございます。シングルの特典映像とかならばいけるけどね。この間テレビで見ました、あの私今まであの中ってテレビカメラダメだと思ってたんですよ。したらロケみたいのしててできるんだと思ってすごい楽しかったです。見ててあー行きたいなーって思いながら見てましたそう、25歳でも制服着てるなっちゃんとかいる、なんとかうんとか、え、なっちゃんさんは本当に似合います。本当に似合う、もうねハートって感じ、もうお顔が天才、何を着ても似合うんですけど、もう本当に今日もすごく可愛くて、私ももうね胸がドキドキ止まりませんでしたね。私みーさんって呼んで、みーさん面白い、ありがとうございます。何が私がありがとうございますのか。わかにゃんってさ押していい、私のことですか。あ、それはもうぜひ全然どうぞどうぞどうぞ。 C に行ったことないから C に行きたい。え、楽しいですよ、超楽しいですよ、めっちゃおすすめです。夢の国行くならちょっと暖かくなってからがいいよね。それを1年前にリノと話して、そして今なんですよ春くらいになったら行こうねって言ったんですよね、2人で。もう一周回りましたよ、季節がぐるぐる春夏秋冬。うさぎつばきさん、ハート100個ありがとうございます。はるきゃんさん、尊いありがとうございます。ディズニー行ったことないのは人生損してるかな。どうだろうね、別にどうだろう、自分で後から考えて、あ、行っとけばよかったなと思うかもしれない。楽しそう、楽しいし、でもなんだろう、行ってないから人生損してるとは私からは言わないですね。ショールームの赤にゃんってすごいおしゃべりで可愛いにゃん、あ、ありがとうございます。そう、ショールームは私が喋んないと事故るので喋るんですよ、めっちゃめっちゃ喋るんですよ。こんばんは、こんばんは。ヨシボウさん、だるまいっぱいありがとうございます。大阪のターさんさん、梅かなこれも、ありがとうございます。わい、乗り物系得意やないから何回もタートルトークに入って何しに来たんやってなったことある。タートルトーク楽しいじゃん。楽しいよ、一回も当てられたことない、そういうやつ当てられたいんですよ。でも全然当てられたことなくて悲しいですね。今東京ドームでプロレス見ながら奥にのジョリも見ても最高の休み中っす。え、いいの、見なくて試合本当にいいのかすごいな、そう、東京ドームでやるんだよね、プロレス。すごいよ、見えるのかな、上の方から。ミンカさん、ハート100個、ありがとうございます。
何か聞くことは決まってるの？決まってない。当てられてみたいなって。いやだけ当てられてみたい。楽しそう。USJ にも来て。 USJ の方かなUSJ 行きたいんですね。リノとね、行きたいねって言って、私何でもかんでもリノと行きたがってるんですよプロレスしてみたい。私絶対弱いからしたくない。負けたらちょっと悔しいと思うから。マー君さん、明けおめ、明けおめ。桃子の友達です、だって。やっほーお世話になってますグリーンランド、グリーンランド行ったことありますよ。楽しかったですね。インスタ、ツイッターフォローして拡散してよ。お、ありがとうございます。あ、ぜひインスタとフォローじゃなくてツイッターもやってますので、フォローしてない方ぜひフォローしてくださいこんばんは。こんばんは。そうなんですよね。絶叫が恋しい。絶叫乗りたい。私もめっちゃ怖いジェットコースター乗りたいな。インスタの存在忘れてた、だって。うわ、やってんな。インスタ、私こないだも載せたんだよ、インスタ。絶対にフォローするんだな。うん、でもツイッターの方が私生息してます怖いジェットコースターといえば富士急。富士急行ってみたい。でもね、絶対怖いから乗れるかは分かんないけど行ってみたい。高飛車とか絶対怖いもんだってさ、角度がおかしい、間違っちゃってるもんね。こっちになっちゃってるからね。痛い久しぶりに来るって言うだって。久しぶり。やっほー、元気でしたか伊藤ごまさん、ハート100個ありがとうございます。人生で一度はバンジーしたいんだよね。私もしてみたい、バンジー。ちょっとやってみたい。でもさ、やっぱ怖いよね。でも楽しそうだからさ。どんな感じなんだろう。無重力なのかな。でも落ちてるか、重力あるか。どんな感じなんだろう。私友達とかにもやったことある人いなくて、どんな感じか分かんないんですよ。やってみたい。クルタン絶叫苦手って言ってた気がするけど、グリーンランドでは一緒に乗った。最初にね、恐竜のジェットコースターみたいのがあって、それをね乗ろうよって言って、なんか天音さんがめちゃめちゃ無理やり乗せたら、くるみちょっと行けるようになっちゃったみたいで、楽しんでましたよ。それからは立ち乗りと座り乗りが一緒にやるやつがあって、くるみがね、立つ方もやりたいねっつって言ってました。勇敢でしたよ彼女は ビーバップ団長さん、 GG ありがとうございます。猫キャットさん、梅ありがとうございます。立ち乗り絶対怖いと思うんだけど、めっちゃ普通に言ってた。なんかね、ちょっと一緒になったりこうどっか行ったりとかするんだけど、めっちゃ面白かったね。あれ、私は結局ね座るやつしかやんなくて、次行ったら立つ方も乗ってみたいなと思ってるけど、なんか怖くて、なんか貼り付けられてる感じなのかなと思って。でもね、立ってる方が怖くなかったってくるみは言ってましたね。いいぞ福岡の釣り蔵はどう。乗ったことないです。私全然行ったことないな。どんな感じ、やったことある人いますか こんばんは。綺麗な言葉遣いで話し方丁寧なんだね。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。ジ
ジェットコースター前より真ん中あたりで十分、前だと怖い。なんかさ、一番前が怖いっていう人と一番後ろが怖いっていう人いるじゃないですか。私はね、怖いかどうかともかく一番前が良くて、この景色を楽しみたい派なんですよ結構。だからなんか一番前で落ちる時とかこう楽しみたいですね。釣り竿は怖くて滑竿は景色がいいんだ。へえ、全然見たことない。もうこの間あの劇場にね移動していたらね、こうスッて上を見たらそのやつに乗ってる人がいました。あっと思って、あんま上見ないからさ分かんなくて今までは気づかなかったんですけど、乗ってる人いて怖そうって思った。両手上げて乗る、両手上げるかな、分かんない、その時のテンションかも。中学生の時スペースワードのジェットコースターの最前で動画撮りながら乗った。ダメなやつ、ダメじゃん、ダメだよめっちゃ怖くないの、怒られないのかな、そういうのってバレなかったのかな。もうでもねでもさ、なんかよくテレビとかでさ、このこことかにつけたりとかさ、この手すりについてたりとかしてさ見るけどさ、あれで見るとより怖く見えるよね。なんか動画で見る方が怖く見える、なんかあるじゃないですかそういうやつ。回転系は得意、コーヒーカップとか私あんま好きじゃないかもしれない。なんかね、あんま乗らんあんま乗らないね。 GoPro 欲しい、 GoPro ね、私あれが欲しい。こうやってやったらあのスマホに合わせてこうやってくにょくにょ動くやつ、なんかわかりますか、なんか手ぶれ防止の自撮り棒みたいな感じのやつがあるんですよ。空中ブランコ、空中ブランコ乗ったことない。空中ブランコってサーカスのやつでしょ、あれ。平均も何もなくない、多分。乗れる人いる、逆にすごくない25日のクリスマス公演楽しかった。早く公演したい。早く公演したい、私ワクワク。なんかさっきからねすごいめっちゃ公演したくて、なんかね公演したいなって気持ちがめっちゃ強い。空中ブランコって高いとこでぐるぐるやるやつ、あれはめっちゃ好きだよ。くるみとねあのめっちゃ楽しみました、あれね。私あのサーカスのやつかと思ったあれはめっちゃ好き、あれ超楽しい、あのあれねめっちゃ好きだわ、あれ楽しいよね。こんばんは、こんばんは、今日もかわち嬉しいです。オレンジグリーンランド入ってすぐのやつやった、やったよ、楽しかった、めっちゃ楽しかった。上めっちゃ寒くて、いつ行ったんだっけな、忘れちゃったけど、あのね夏の終わりくらいかな行ったんだけど、上めっちゃ寒くて寒ーってなった。新劇場でお気に入りの場所、あんまないか別に C っていうなら5期生の楽屋の椅子が好きですかね。あ首や首かなあんまりねないわさっさとか。おすすめの劇場の席、どこだろう、なんか一人席があるんですけどそこは面白いと思います。でも
今って確か席選べないんですよね。確か決まってるからおすすめも何もないか。もう結構どこからでもね見えます。なのでまあ楽しみましょう。通された席128人だから後ろでも比較的見やすいのありがたい。確かにあの前の人がいないから、いて前の前の人だから結構前の人で見えないよみたいなことなさそう。確かになんかね花道みたいのがあるので立ち見の方もねめっちゃ見えるんですよ。まあそこに行けばなんですけどねそうでもね結構見やすいと思う。でもあんまさ私席から見ないから、最初の劇場見学で見た時は見やすいなと思ったね。結構また赤には見に行きたいな。みんなが元気になったらぜひ来てください。もうスカラエスパシオとスカラエスパシオとか行く機会ないのかな。ないのかな。なんかねイベントとかあったらあるかもですけど、どうなんでしょうかね。新劇場でノンパラした時どうなるんかな。どうなるかな。どんな感じになるんだろう。やりたいな、ノンパラやりたーい。お規制でやりたいな。でも1回だけさ、9周年の時にノンパラダイスをやらせてもらったんだけど、他の曲ももう全部公演でやりたくて、ご帰省でもう忘れちゃうよ振り忘れちゃう、歌割り忘れちゃうよ。やりたいな。みんな覚えてるかな。覚えてる、みんなどこでコール、あコールできないけど、この心の中でいつコールをするのかとかさ、クリスマスがいっぱい、あ、やったね、クリスマスがいっぱい。もうさ、シンデレラの拍手だけ覚えてる。どうしよう、みんながここだけめっちゃ本気でやってきたら。あれ、初めて見たときめっちゃびっくりしたの、私。すごいと思って。あれはね、めっちゃ難しくて。やりたいな、難しすぎる。懐かしいんだけど、花と散れ、花と散れ、花と散れ、ちゃちゃ、レディーゴー、レディーゴー。私結構すごいかも、覚えてるわ。やりたいな。もう骨骨の話はしないからね。やりたい、本当にやりたい。喧嘩した文化祭まだですか。喧嘩した文化祭ねもう文化祭のシーズン終わっちゃいましたからね。やりたい、ノーパラ行きたい、ノーパラやりたい。花色公園でノーパラの歌いでよダメー、ご帰省でやりたいの。めっちゃさ、懐かしいんだけど、ノーパラさ一番までワンハウスだったら全然移動しなくて、ダンスの先生がいろいろ変えてくださったんだけど、もうそれも懐かしくてはーってなった。いぶきと友よの前奏で号泣不可避、号泣不可避。あれもね、楓がさめっちゃあのハーモニカ吹いてるんですけど、2回目のくるみのタンバリンが好きでも私ね、することないんですよ結構、あの乗ってるだけなんで。いたのに。でもみやび帰ってきたからいいか。みやびこれでさ、お休みの期間だったらさ、もう初日をのポジションではなかったわけだからね。悲しいんだけど、クリスマスの MC 早く聞きたい。一番いい時期が終わっちゃった
クリスマスの時期が終わっちゃった。ダメだ、また地獄のような時間が帰ってきてしまう。あれ毎回脇でさ待ってるんですけど、袖で毎回みんなでって笑ってる。なんかね、号泣するほど、号泣じゃない、いや爆笑するほど面白いわけじゃないんですけど、面白いんですよねあれ。だからさみんなで笑っちゃうの。これし懐かしい、その響き。数々の事件を生み出してきましたからね。アーリー帰ってきちゃったりとか、あそこのさ、なんかおい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 って煽る人とマイクを向ける人と歌う人ってこう分かれてたんですけど、最初本当にマイク向ける人が良くて、もうおいおいめっちゃきつくて、私息吸う暇ないんですよ、必死で。多分今思えばね、もうそこまで必死にオールのところをね1番から最後まで歌って、そのままおいおい言わなくても多分良かったと思うんですよ、息吸っても良かったと思うんだけど、当時は歌わなきゃっていう気持ちが強すぎて、もうね息吸わずにおいおい言ってたの、きつくてきつくて。ダメだね、ちゃんと息は吸った方がいいと学びましたね。本当にでも楽しいんだよね、Bステにさ行く時が楽しかったですね。今はどうなるんだろう、あの柵のとこに行くのかな、どうなるのか。せっかく覚えたのに。どんな感じになるのかしら、やるのかしら。どうなのだろう、やりたいな。絶対さみんなだいたい1年間くらいやってなかった間に変わったと思う、いろいろと。だから新しい高校規制の脳内パラダイスになると思うから、絶対やりたいですね。やば。でもさいつかさ終わっちゃうじゃないですか、絶対。それがすごい悲しいの、終わりたくないの、ずっと規制で脳パラしてたいの、悲しいんだな。私たちがもし研究生じゃなくなったら終わっちゃうのかなって思うとさ複雑だよね、やだ。だからねみんなでね10年後とかにね、もう全員最後の一人が卒業したらみんなでカラオケで脳パラしようって言ったの。そう、それかその最後の子の卒業公演みたいな、自分のペンライトのカラーに髪の毛を染めて現役の子だけ黒髪でやろうって言って話したんだよ。2つ色の人は左右で色分けるの。そう、あとは50年後ね、50年後誰が一番元気に踊れるか、これをねまた検証するために。絶対楓は元気なんだけど、楓以外のメンバー誰が楓についていけるかっていうのをするって言うのするんだよ、私のね夢なの、これが私の夢なのです。だからね、あと50年間は少なくとも連絡取ってなきゃいけないんだよ、ちょっとめんどくさいよねそれは。50年間さ誰一人として連絡先がなくならないようにちゃんと携帯機種変するときは新しいやつこれだよっつって、何みんなには見せないよ、身内身内。やだよ、50年後なんで50年経ってもみんなで見せなきゃいけないの、50年後はみんな疲れてるんだからみんなだけでやるんだよ、恥ずかしいでしょ。大阪のターさんさん、クマありがとうございます。あ、夜勤頑張ってください。今から50年後じゃないよ、入った時から50年後ね。そうだからあと47年後です、約束のやつですよ。タイムカプセル的だ。
やば、どうしよう、誰かさ、もうなんか全然違う感じになってた、誰か一人さめっちゃムキムキになってさ来たらびっくりしちゃう、みたいな、誰って思って。藤森さん、バラありがとうございます。そう、やりたいんですけど、まあみんなには見せません、見せませんよ、ここで話してるだけですからね。やりたいんだ。でもなんかね、もう昔よりもめっちゃ好きになったんですよ、ノーバラのこと自体を。最初のねチーム K の方がやってたものも含めて、 HKT の昔の先輩方がやってたのも含めて、もうめっちゃ好きだなってなって、あとなんかさ、あのあれだったじゃないですか、確か出張公演に行かせてもらった時にその AKB 劇場さんでやるのがもう本家の方と私たちだけみたいな、ちょっと重かった気がしたんですけど、だからもう一回ね行きたいんですよ、出張公演にも。出張公演もすごい楽しくて、いつもと違うこうね場所の方に会えたし、今は難しいと思うんですけど、また出張公演も行きたいなと思って、くるみも言ってたけど七色公園で出張公演もやりたくて、やりたいんですよ。でも AKB さんのとこだけじゃなくて、もういろんなとこに行きたくて、楽しそうだから、もう本当に全部の劇場だから、 NGT さんのとこと AKB さんのとこと SKE さんのとこと NMB さんのとこと STU さんのとこかな、全部行ったよね私きっと。とこにもう全部に行きたいの、楽しそうだからっていう私の夢ですね。ね、だってなんか私たちからしたらさ初めて行く劇場だけど、そこの方々はいつもそこでさあの やってらっしゃるから、すごいな、なんかすごいおーってなりますよね。やりたいんです私は。行ってみたくて、全部行ったことないとこもあるんですよ、だからね行ってみたいんですね。はい。すごいめっちゃたくさん話した気がする。私あひじりから連絡来てた、なんか私のやつ最近さなんか何も音鳴らしてくれないんだよね通知。ひじりとね話してるの今日朝から。仲良しでしょ私たち。私は今ショールームをしています。送っておきました。それじゃって、うん、なんか一回通知切ったんですよ、なんか通知が出てこないようにする設定にして、その後私は通知をねオンにしたんですよ。一緒に汗、私の最近の流行語大賞汗汗なんですけど、汗汗っていうのにハマってるんです。ニコニコ、私最近ひじりと仲良しなんです。いいでしょう。 K さんハート100個ありがとうございます。汗汗っていうのは全部の感情に使えます。嬉しい時も汗汗って言うし、困った時も汗汗って言うし、悲しい時汗汗って言うかな、あんま言わないけど、あとびっくりした時も汗汗って言う、全部に汗汗って言う。でもね、みんなを使っちゃダメです、これは私のね単語なので。どやー、そう私の単語なんです、私とひじりのための単語なので。ひじくんもよく言うんですよ、
ねひじくんって言っちゃうの私そうりのも言ってるんだけど、汗使うこれから。は怒っています変なスタンプが出てきたわらうざー、みんな汗汗って言うじゃん、うざー。ひじくん、ひじりんごじゃないの、ひじくんなの。前ひじりんごって誰かが言ったらマネージャーさんがイブリンゴって言ってた。すべての語尾に汗汗使っていいの、私だけだよ。ひみんなもね、自分たちで口癖を決めなさい。イブリンゴ何もかかってないんだよ。でもなんかちょっとイブリンゴって語感は可愛いよねそれが一時期ねメンバーの中で面白い出来事でした。あんまそういうこと言うイメージなかったからマネージャーさんがねそういうこと言うんだって思ってイブキがひじくんって言い出した。イブキが言ってたのかな、イブキもリノも言ってる。なんかひじくんってなんか私イジーのこと話すとき絶対笑っちゃうの幸せでしょだいぶ本当に私多分結構幸せな人間だと思うんだよねK さん梅ありがとうございます。猫キャットさん K さんかわいいありがとうございます。男子かなぜ、本当にひじりのね、ひじり面白いんですよあの子そう楽しいです、ひじりね偉い毎日ショールームしていて突然のなんかね、ひじりとお泊まりしたいねって言ってるんだけど全然できないの巻き全部取れたひじりとお泊まりしたくて一緒にね見たいものがあったんですけど全然見れなくて早く見たいなって思ってたら年明けちゃいましたいやどうしたらいいのでしょうか、困っちゃいましたね日々ショールーム、あ、返された。いじりに一緒にやろうって言ったらボサボサだからやだって言われた。涙涙涙、いやだから今度一緒にやるんだ私たち、イエーイ今送ってもきっと OK してくれないじゃあコラボ配信しようって私は言ったんだよ、でも髪の毛ボサボサだから嫌だって言われたの。あー悲しい。コラボ配信ってラグどれくらいあるんだろう、私とひじりだったら1秒くらいかな。今度試してみましょうかね。私あんまコラボ配信したことないんですよ、個人ならボサボサでもいいんだ。いやいや、まあ一人とさ二つのとこから見られるのは違くない、なんか知らない人もいるとこでやるの恥ずかしいじゃん。なんだろう、私のことを知ってるけど、あーひじりのことを知らない人もいるだろうし、ひじりのことを知ってるけど私のことを知らない人もいるだろうし、そう考えると恥ずかしいですよねコラボでやると。リナとリノです、やったことあるのは。あんましないんですよね。帽子かフードかぶっていればいいのに、ちょっと怖くないちょっと怖くない、汗汗
また行っちゃった、ダメだよ、みんなは行った。でもこういうこと言うとなんかやりたがるんだよね。なんで嫌われたいのですか。わかんないけど。こんばんは、こんばんは。やはー、すごいめっちゃ喋った気がするね。実に有益だね。目線そらされた泣いちゃった。それではね、もう私1時間いかないくらいお話ししてますから、そろそろランキング読みたいと思います。どこだ、ランキングありました、読みますね。13位俊太郎さん、ありがとうございます。12位バイキンマンさん、ありがとうございます。11位 K さん、ありがとうございます。10位ワン、あ、長い、ちょっと待ってくださいね。ワンポイント緑発かなのなっちゃんさん、ありがとうございます。9位よしぼうさん、ありがとうございます。8位福岡のりょんぴさん、ありがとうございます。7位にしぷーさん、ありがとうございます。6位たーたまさん、ありがとうございます。5位くじまりさん、ありがとうございます。4位うさぎつばきさん、ありがとうございます。3位伊藤ごまさん、ありがとうございます。2位猫キャットさん、ありがとうございます。そして1位は大阪のターサーさんです、ありがとうございます。パチパチパチ、あ、目が乾燥、ありがとうございます、ありがとうございます。というわけでですね、お肌もカサカサになりましたし、あ、でもスクショタイムはしてもいいですよ、イエーイ。あ、2021ってこっちですか、逆ですか、合ってる。なんか反転してる時としてない時があるんだよね。逆かな、逆っぽいから逆にしとこう。2021だよ、イエーイ。はい、終わりなよ。じゃあ皆さんね、良いお年をじゃなくて今年もよろしくお願いしますというわけでございまして、またやります、スロールーム、私またやります。それでは皆様さようなら、また今度ね、バイバーイ。